ときめもカフェ、エコルは、かつて、東京、原宿にあった、ときめきメモリアルオンラインのプロモーションを目的にした、コスプレキスサケン複合カフェである。コナミの購入により、オーバーロード株式会社によって運営されていた。本校では、同店の移転、業態変更により登場した、ライブハウス兼、カフェバー赤坂ライブシアターエコルについても記述する。 2005年11月12日13日のプレオープンの後、同月19日に原宿竹下通り入り口にオープンした。店内は学食風に作られていて、店員はときめきメモリアルオンラインのコスプレをし、エコル生徒と称して接客していた。また、BGM はときめきメモリアルシリーズの曲が流されていた。ときめきメモリアルシリーズのキャラクターや楽曲等の 名前を冠した食事を取りながら、店内の端末で、ときめきメモリアルオンラインのプレイを楽しむことができた。ほか、ときめきメモリアルシリーズ関連グッズの販売や、関係者のトークショー、ライブアイドル関連イベントなども、定期的に行われていた。2006年8月18日には、同店舗のウェイトレスラ救命による、アイドルユニット、エコールメルベイユ、ルージュの結成が発表され、 同年9月21日に CD デビューした。オープンから1周年を迎えた2006年11月19日の営業を最後にフルリニューアル期間に入るとの名目で休業した。同年12月1日に赤坂への移転と赤坂ライブシアターエコルへの店名変更が発表された。 郵便番号15001東京都、渋谷区神宮前市の14の二ルポンテ3階、閉店後は、全く関係のない飲食店が入居している。前述の通り、原宿の閉店後、赤坂への移転が発表された。この移転先となったのは、これまで株式会社アクシスミュージックが、ライブハウス、ライブファクトリーファンとして運営していた施設である。 2006年12月22日のオープンにあたり、旧エコルの店名と学校のコンセプトを継承しつつ、施設を改装しているが、その一方、ときめきメモリアルシリーズのアンテナショップとしての役割は、ほぼなくなり、サブカルチャー全般の色を出したものとなった。店内では飲食店としての営業の傍ら、休日など不定期にライブなどのイベントが行われていた。 2007年6月に公式サイトのリニューアル移転などを行ったが、同年7月24日に公式サイト上で7月31日限りでの営業終了が発表され、7月31日付の営業を最後に閉店した。なお、施設は同年9月以降、赤坂ライブスペース展軸として同社が引き続き使用している。 エコル運営終了日である2007年7月31日は、ときめきメモリアルオンラインのサービス終了日でもあり、エコルの終了は、オンラインの終了を受けてのものである。郵便番号107-0052東京都、港区赤坂2の14の1赤坂3の、開館地下1階なお、トークライブについては省略する。ときめもカフェ、エコル時代から引き継いだ特徴として、 ライブアイドル関係が多く見られた。2006年8月18日に結成し、9月21日にシングル、もっと、もっと、ときめきルージュ2006で CD デビューした同点キャストラによって構成されるライブアイドルユニット。ときめもカフェ、エコル時代では、ときめきメモリアルオンラインのコスプレをして歌っていた。初代メンバー、ナイの名前が普段の芸名である。 2007年6月にメンバーのほとんどを交代し、エコル完全閉店後は、ユニット名を略称である、エコメルに改名した。新メンバー2006年10月6日から2007年3月まで、音トで毎週金曜日に配信されていた、インターネットラジオ。同店内で収録され、常述エコルメルベイユルージュなどの同店キャストが出演していた。 ときメモカフェ、エコルとして2ヶ月、赤坂ライブシアターエコルとして4ヶ月続いた。赤坂ライブシアターエコルに関するカテゴリー、ありがとうございます。